どうもこんにちは、ロックンクローラーズです。今週も週刊ルシークローラーをやっていこうと思います。今週はですね、こちらの記事からいこうかな。今回はこちらからいきましょうか。 RC4 ウィルドライブのトヨタエキストラキャブですね、これのグレー版のボディが登場しましたという話です。こちらね、ボディのみの販売です。塗装済みというよりもこれ成型色ですね。 RC4 ウィルドライブのボディって、塗装済みというよりも成型色のことの方がほとんどだと思います。というかラジコンボディで塗装までしてあるボディ搭載したラジコンってほとんどないんじゃないかな。基本成型色ですよね。あのリミテッドエディションみたいなものはあの塗装してあることあると思いますが、基本は成型色だと思っておいた方がいいです。写真の写りとね、多分実物のこの仕上げ見るとちょっと違うかなって思うこともあるかもしれませんが、RC4 ウィルドライブなのでね、作りはいいんじゃないでしょうか。仕上がりもいいと思います。このエキストラキャブ、ブラック版はですね、 RTR がすでに販売されていて、これね、バックトゥーザフィーチャーのマーティがね憧れていた車として有名ですよね。こんな RTR もあるんですが、今回はボディだけということで、金額がですね199ドルとなっています。なかなかいい渋いチョイスだと思いますね。もちろんトヨタの公式ライセンス品なので、トヨタロゴも入っております。そして続いてちょっと面白い製品なんですが、これ、写真見れば一発でわかるんですが、サスペンション組むときにね、エア抜きってするじゃないですか。オイルの中にね入り込んだエアをね、普通はね自然にね、こう時間の経過でね抜けていくのを待つんですが、これはなんと真空ポンプ型のエア抜きの機械ですね。こういうのが売ってるそうです。これね、バッテリー、リポバッテリーとかで駆動できるっていうのもいい点ですよね。なかなかね導入するっていう気にまではならないんですが、サスペンションのねその精度をね高めたい場合にはやっぱこういうものを使ってね組みたいですよね。値段がそこそこして、日本でもですねスパイラルさんとかでも取り扱っているので、気になる方はねチェックしてみてください。そしてですね、こちらは僕のカスタムネタなんですが、 FMS のね10分の1の FJ40 ね、これね今までね動画で紹介何度かしたんですが、走りがねやっぱりねビヨンビヨンなんですよ。それはそれでいいんですが、やっぱりねあのトレイルとかクロールするときにね足回りしっかりさせたいってことでサスペンションを交換しました。そのね記事が、ずらずらと書いてあります。基本65ミリぐらいかな、あのサスペンション、こういうやつね、これに交換するだけで OK です。それでね走り激変しましたね。ルーフラックとかも取っちゃったんですけれども、もう普通にこれはクロール、トレイルともにね楽しめるマシンになったので、近々ね動画公開するので、そちらも楽しみにしていただければと思います。続いてはですね LCG ネタです。続 RC ってね、ちょっと前に紹介したアメリカのねメーカーです。 LCG シャーシメーカーですね。こちらがですね、なんとアクシャル SC-X10-3 ベースキャンプ用の、キット、 LCG シャーシキットをね出したんですよ、ということで紹介しました。なかなかねベースキャンプ用の LCG シャーシキット出してるとこ少ないので貴重だと思います。トランスミッションがねやっぱりね、ちょっと今までのエレメントエンデューロとか SCX-10-2 のねミッションとは違うので、スキットプレートとかその辺ちゃんと対策されているので、このキット買えばね基本的にはベースキャンプからの、コンバートそのまま可能というものになっています。結構僕はこれ気になりますね。ただねベースキャンプバラすのはちょっとまだ抵抗があるので、導入はまだまだ先かなって感じがします。そしてこれも僕のネタなんですけれども、エレメントエンデューロのねビルダーズキット V2 シャーシにねメカとかを乗せて走れるまでにしましたっていう記事を書きました。オビーウィングのね 1080G2 を搭載して、そしてねボディの方もセンデロボディをですね、これ昔使ってたボディですね、これをですね久々に復活させたんですよね。これ昔の写真ですけどね、こんな風にねずっとね飾ってあったんですけれども、やっとですね乗ることになりました。ということでね、エレメントエンデューロセンデロ復活です。またね
走行動画そのうち出すのでチェックしてみてください。続いてはですね、スケールガレージシステム、皆さん覚えてますか？これポーランドのパーツメーカーですね。こういうスケールパーツを出す、非常によくできたパーツ、あとあのガレージですよね、ガレージ用の、まあ、壁紙とかね、パーツとかそういうのも出しているメーカーなんですけれども、そちらが出したね BRX02 ですね、ブームレーシングのランドローバーシリーズ3のロングホイールベース版の、このなんていうんだっけ、これサファリラック、まあこういうラックね、これを出しましたということでね、紹介しています。ディフェンダー D110 ワンテン用のパーツもありますね。こんな感じで、まあ、手作り品なんですよね、これ。これはなかなか自分でね、できないですよね。250ドルなんですけれども、これ見たら安いと思いませんか？うん。なんかそんな気は僕はします。で、やっぱりね、このシリーズ3にはね、これ似合いますね。ディフェンダーよりも、シリーズ3にこのラック、めちゃくちゃかっこいいと思いますね。このスタイルで実現するんだったら、このシリーズ3ちょっと欲しいなと思うようになってきました。ぶっちゃけ僕ね、シリーズ3のこのちょっとクラシカルすぎるスタイル、そこまでですね惹かれるものなかったんですけれども、これ見てね、あーこれだと思いましたね、ちょっとね。そしてね、今週の大ネタはこれです。クロス RC の8分の1スケール EMO X3 がね、早速登場しましたよ。これ X2 は僕がねたびたび紹介しているチェロキーのね8分の1マシンですけれども、そのね次のマシン X3 がですね、まだ発売はしてないんですが、発売予定とのことです。なんとですね、これレッカー車仕様になってますね。このトーイングアームっていうんですかね、これがですねちゃんとついていてですね、なんとこれ稼働するんですよね。リモコンでプロポでですね、ここの操作ができるようになってます。こういうですねモーター、まあ、サーボですよね、これね、サーボウィンチがついていて、ウィンチサーボか、それをプロポで操作することによってですね、劣化可能になってますね。これなかなかですね新しいんじゃないでしょうか。あのハウラーみたいなねトラック系はありますけれども、まあもういかにもなトーイングマシン、しかもねなんかアメリカの片田舎で運営しているねちっちゃな会社のレッカー車って感じしませんか。もちろんね外すこともこれできるみたいですね、レッカーの部分ね。だから普通に、クローラートレーラーとしてもこれ使えるようになっていますね。グレーとね赤があるけれども、どっちがいいかな。このねパトランプっていうのは、これサイレンランプ、赤色灯、これもねちゃんとついているのがレッカー車っぽくてまたねいいですよね。全長602ミリ、ホイールベース375ミリっていうことなんで、やっぱりこれ8分の1スケールのビッグスケールマシンですね。まあその他ね細かい仕様はですね X2 とねほぼほぼ一緒です。これ日本の OBL ホビーさんがねクロスオフ RC の日本のね正規代理店をしているので、これね2024年1月かに日本入荷予定とのことですね。非常に楽しみな一台です。そしてですね、またまた新製品なんですけれども、チームアソシエイテッドからですね、なんと7分の1スケール7分の1スケールのフーニガンね。フーニガンってあのアメリカのねかっちょいいねレーシングチームというかブランドですよね。ケンブロックさんが亡くなったね、ケンブロックさんがこちらのねチームの代表を務めてたってことも有名ですよね。このラリー部門のね、それのですねフーニガンの7分の1です。アソシエーテッドにとってはですね7分の1っておそらく初なんじゃないでしょうか。このビッグスケールは実は今まで10分の1とかね14分の1のこのフーニガンのねフーニトラック、こういうの出してました、アソシエーテッドはね。そして今回7分の1ということでですね、これは実に楽しみですね。この大きさの違いです。おそらくこれ14分の1だと思うんですが、もう全然違いますよね。全長711ミリ、ホイールベース413ということでですね、
これはクソ楽しいマシンだと思います。オフロードも行けちゃうし、まあオフロードっていうかね、ダートも行けるし、オンロードももちろんっていう感じの仕様だと思います。シャーシはですね、これ実はシャーシ違うんですけれども、これ SR シリーズなので、これ SR10 のシャーシですね。そしてこっちは SR7 っていうシャーシなんですが、おそらくこの SR10 がベースになってね、まあ、いろんなものがちょっと大きくなってるっていう感じなのかなって気がします。まあ、非常にですね、スケール感もですね、高いんじゃないかな、まあ、アソシらしいスケール感っていう感じしますよね。こちらのね、フーニガのね、フーニコン SR7、 これ楽しみだな。そしてまたまたアソシのね、新製品なんですけれども、これ名機ね、 RC10 ってやつがアソシのねバギーあったらしいんですけれども、そちらのですね復刻版というよりも、まあ記念モデルみたいな、40周年記念モデルで限定なのかな、なんかそんな気がします。なんかそういうのもね、どっかの記事で書いてあった気がするんですけれども、 RC10CC っていうですねものが出ました。このクリアボディのね、こっちですね、これが名機 RC10 でクラシックですね。こっちがですねクリアーカーってことでですね、そう、まあスケルトンになってるんですよね。っていうのはこれコレクション用のディスプレイ用、あ、なんだこの日本語おかしいね、まあディスプレイ用のマシンなんですよと書いてありました。ただし走行は一応可能と、まあ破損しやすいってことなんでしょうね。こういう全部ね、こうスケルトン系クリアパーツ、ポリカーボネートのクリアパーツでね作られてるみたいです。あと樹脂かな。で価格がですね$319.99ってことで、やっぱり安いんですよね。まあ走りのね強度とかの方をそこまでね多分重視してない作りだから、ここまで安くなってるのかもしれません。ちょっとこれ欲しいですよね、飾っとくにはいいような。でも走らせたくなっちゃうよね絶対ね。そして今週の最後はこちらですね、FMS の FCX24 にですね新しいシリーズが追加されました。ロックレーサーでありますリーマーってやつですね。これキツネザルっていう意味ですね。24分の1スケールの本格的なですねスモールスケールクローラー登場しました。 FCX24 というとですね、パワーワゴンとか K5、 あとモンスタートラックのスマッシャーとかね、そういったものが今まで出てきたんですけれども、今回出たのはこれロックレーサーのバージョンですね。うん、初め見た時ね、スタイルだけロックレーサーなのかなってちょっと思ったんですよ。 FCX24 って基本的に全部ね、あの採用パーツとか同じでボディ違いっていう感じなので、これもそうなのかなと思ったんですが、実はこれねちょっと違うんですね。そう、シャーシがですね、こういうここにね三角のこういうなんかプラスチックのねパーツありますよね。これがアクスルにつながってるんですよね。なんでこうラダーフレームじゃないんですよ。こう普通あるじゃないですか、こう C チャンネルのラダーフレームが、それがないんですよね。これはね、これ見るとわかるかな、ないでしょ。そしてフォーリンクっていうことで、まあ、いかにもロックレーサー的な感じの仕様ですよね。これちょっと期待できるんじゃないでしょうか。ただね、サスペンションとかはおそらくこれちょっと長めに見えるんだけど、どうなんだろう、ちょっとわかんないです。そこは他の FCX24 と共通のような気もしないでもない。タイヤはねでかいです。これ全然でかいですね。1センチぐらい直径長いタイヤがついてますね。で 4WS とかではなくて普通に 4WD で、アクスルマウントサーボですね。で、あのシャーシはこう、シャーシじゃないや、ボディはねこういうチューブフレームになってます。これ22,999円で Amazon で販売してますね。これ安いですよね。これね、おそらくアキシャルの UTB18 カプラですね、カプラの18分の1スケールのバージョンをかなり意識してるんじゃないかなっていう感じがします。ただあっちは18分の1でサイズもね、やっぱこれよりも一回り大きいので、まあ今後ね、おそらく FCX18 でこちらのバージョン出てきそうな僕は気がしています。なかなかこれ遊びがいのあるマシンだと思うので、気になる方ね、
クリスマスプレゼントなんかにもいいんじゃないでしょうか。ということで今週はこれで終わります。11月に入ってね、暑い日寒い日結構ね安定しませんけれどもね、皆さんね体の方を気をつけて過ごしください。それではまた来週。